ドーミニクの墓、ハンスユアヒム・ドミニクは、ドイツの SF 作家、ノンフィクション作家、科学系、ジャーナリスト、電気、機械技術者。戦艦期に活動した彼は、ドイツ SF 史における最大の先駆者の一人である。彼の SF 小説は、当時のドイツでは人気を誇った。今日でも再販が重ねられている。彼は1872年に、 ドイツ東部のザクセン州ツビカウで生まれた。父は、ジャーナリスト兼出版社のフリードリヒビルヘルムエミールドミニク。母、ヘドビヒドミニクは旧姓をミュッケと言い,い、作家、テオドールミュッケの孫娘であった。幼年期は主にベルリンで過ごした。ギムナジウム時代には、ドイツ SF の祖として、著名なクルトラスビッツに数学と物理学を学んだ。この出会いは、 彼の後の創作活動に大きな影響を与えた。ベルリン工科大学で機械工学を学ぶが、1894年に父の休病のため学業を中断。電気技術者として働き始める。1900年、シーメンスハルスケ社に就職。1901年以降は、コピーライター、技術系の著術家としても活動する。ドミニク最初の SF 小説は、 1907年に児童向け年報誌ネウエ・ニーベルッサムに掲載された。1910年にリーゼロッテ・ルンゲという女性と結婚。一時を設けた。第一次大戦ではジーメンスハルスケ社において特殊な仕事をしていたため徴兵を免除された。1912年頃から19年にかけ、ベルリンの出版社ドゥンカー フンブロートから児童向けというわけでもない小説を刊行するがあまり売れなかった。第一次大戦後の1918年から20年には短編映画の脚本家として活動。最初の一般無形 SF 小説 d マクとデアドライは1922年に週刊連載の形で発表され、同年中に単行本化された。この作品はドイツの大衆に受け入れられ成功を収めた。 第二次大戦直後の1945年12月9日、ベルリンにて死去。ドミニクの墓は、ベルリンのゼーレンドルフ墓地にある。ドミニクの1920年代の小説は、当時のドイツの気風と、よく合致するものであった。活躍するのは、大抵ドイツ人技術者か科学者で、彼らは、悪の秘密組織ないし悪の国家と戦うのだった。 彼の小説は敗戦で傷ついたドイツ国民の心を癒す願望重足小説であったが、作中でドイツが果たす役割は小さく、むしろほぼすべての作品が他国の連合を主題としていた。繰り返し現れるモチーフとしては、インド風神秘主義が挙げられる。テレパシー、予言といったトピックも描かれた。初期の作品では、ヨーロッパ文化と別の文化の創告、すなわち、 文明の衝突が論じられた。これらの人種主義にもかかわらず、ドミニクの作品には白色人種の優越性というテーマはなく、未熟な人種を世話する責任が白色人種の創建にかかっているというのが彼の思想であった。1922から23年作品 D、シュプールでジングス、カーンでは主人公がアメリカの 自由国人をアフリカに帰す運動に参与を唱えている。後年、東ドイツでは、ドミニクの本は、禁書となった。第三帝国も、ドミニクのダス・スター・ラーン・ゴ・ハイムニスを1941年に発売禁止にした。ドミニクの作品における女性の描写は、単調かつ平凡である。彼が描く女性は、弱く、守るべき存在か、しっかりしているが、 多産的な悪女かのどちらかである。長編のみあげた。他に短編集、ノンフィクション多数。なお、日本語訳された著書としては、私たちの物理学がある。ありがとうございます。